カディロフって誰よっていうね、まあ、そういうことをご存じない方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんので、簡単にちょっとおさらいをしていこうかなと。で、まずね、過去の動画、まあ、カディロフの動画結構増えてきたんで、再生リストを作りました。カディロフとチェチェン共和国というこの再生リストの中に、いくつかの動画入ってますので、カディロフって誰とか、カディロフツィってどんな軍隊なのとか、で彼らが活動している拠点としているチェチェン共和国ってどんな国みたいな、そういうのもね、ちょっとぜひ知っていただければと思いますので、ここの再生リストの方からご覧いただければと思います。これです。はい、チェチェン共和国第3代大統領ラムザン・カディロフ。あの、一応ね、チェチェン共和国の大統領なんですよ。大統領。チェチェン共和国っていうのはロシア連邦内の、まあ、いくつかある共和国のうちの一つ、チェチェン共和国。で、そのチェチェン共和国の第3代大統領なんですが、一応もうカディロフは、まあ、この越境 3.0 チャンネルでも何度も言ってる通り、まあ、ロシアのプーチン大統領の飼い犬であると。忠誠を誓ってるわけですね。プーチンの言うことだったら何でも聞くと。もうプーチン兄貴みたいな、プーチン大好きみたいなね、そういう人物なんですよ。で、なので、カディロフは、まあ、プーチンのことをものすごいこう立てているので、まあ、ロシア国内に大統領は一人しかいないと。この大統領はプーチン大統領であって、私は大統領ではないと。だから私のことは、首長という形で呼んでくださいということで、まあ、チェチェン共和国の大統領という立場は首長という言葉を使うっていうのをチェチェン共和国の法律の中で書き換えたぐらい、法律を変えてしまった。大統領という存在はいらないと、チェチェンには。チェチェンのトップは首長ですということで、まあ、一応あの大統領とここでは記載させていただいてますけど、一応、まあ、チェチェンの法律では、チェチェン共和国の第3代首長、ラムザン・カディロフということで、彼46歳ぐらいでしたかね。まだ結構若いんですよ。まあ、結構若いけど、まあ、チェチェンの、まあ、リーダーで、しかも強権独裁政治ということで、非常に恐れられている人物。で、チェチェンそのものがね、そんなに大きな規模の人口はいないので、まあ、120万人ぐらいなんですけどね。120万人って言うと、日本で言うと、どこだろう？北九州とか、その辺かな？広島って100万人、120万人いたっけか。まあ日本の、まあ地方の大きな都市ぐらいか。まあそのぐらいの規模だと思うんですけど、まあチェチェン共和国人口120万人。そこの、まあ、一応トップに君臨しているのがこのラムザン・カディロフ。独裁者ですね。で、この、うん、プーチンの飼い犬なわけですよ。もうプーチンはカディロフに相当お金を出してるみたいよ。まあ、チェチェン共和国の国家財政の8割がロシア中央連邦政府からもらっていると。まあ、要はプーチンからお金をもらってるわけですね。で、まあ、チェチェンそのものが、まあ、昔は、まあ、石油産業で栄えてきたんですけれども、チェチェンの首都がグロズヌイって言うんですよ。で、グロズヌイで、Google で画像検索とかすると、普通に高層ビルの写真とかいっぱい出てくるんですよね。まあ、綺麗なビルも建ってます。まあ、それは昔、石油産業が非常に活発だった時代に、まあ、お金も非常にあったし、結構豊かだったっていう時代もあってね。で、まあ、その時に、ま、建てたビルなんかがほとんどなんですけれども、まあ、結構グロズネイっていうところが石油産業で結構活況していた大都市みたいな感じだったんですよ。まあ、それはカスピ海のあのバク油田というアゼルバイジャンの石油、天然ガス、それを、バクーノボロシースクパイプラインという、黒海のノボロシースクというロシアの積み出し港まで石油を運ぶパイプラインがあるんですけど、そのパイプラインが通過するのがチェチェン共和国なんですよね。で、そのチェチェンを石油が通過して、通過するところで石油生成とか石油が関係のね、まあ、いろんなビジネスをされているという、そういったまあ役回りの国なので、まあ、石油産業が活発だったんですよ。まあでもその後、第一次チェチェン紛争、第二次チェチェン紛争と、まあ2回にわたるチェチェン戦争があって、
まあ、チェチェンの産業は衰退して、石油も衰退して、で、その上でなおかつ2006年に、バクー・ノボロシースクパイプラインっていうのが、まあ、老朽化していたために、新しい、その南回りの BTC パイプラインっていうのを、アゼルバイジャンとトルコとジョージアが、まあ、ロシアを迂回する形で南回りでパイプラインを作ったので、ノボロシースクパイプラインほとんど使われなくなっちゃったんですよね。だから今、石油は、チェチェンをほとんど通ってないんですよ。で、なので、まあ、そういったその第2回、2回にわたるチェチェン紛争と、まあ、新たなパイプラインの建設によって、まあ、チェチェンの経済は衰退していってしまった。で、まあ、今だいたい失業率の 40% と言われていて、あんまり仕事はそのない状態なんですね。で、まあ、その中で、このカディロフが作った施設軍隊、カディロフツィというのが、まあ、カディロフが率いているチェチェン共和国の軍隊なんですけど、まあ、その軍隊が今回ウクライナ戦争に参戦しているわけですよ。ロシア軍とは別に、ロシアの軍事司令部の、連絡関係っていうのは全くないらしい。ロシアの軍事司令部とは全く連絡を取ることなく、カディロフツィっていうのは、カディロフの指揮の下で、独自の作戦を展開して、で、その展開する作戦とか、その結果なんかは、すべて、このカディロフからプーチンに、直接その都度報告されているという、もうまさに、プーチンの直属と言ってもいいぐらい、まあ、そういったまあ役回りが、このカディロフツィという、まあ、カディロフが率いている軍隊なんですよね。でね、この、まあ、チェチェン共和国ってこういう位置にあるんですけど、これ、まあ、ジョージアとアゼルバイジャンのね、すぐ上なんですけど、まあ、このあたり、そのコーカサスと呼ばれている地域なんですよ。で、ちょっと色の濃い部分、この黒海とアゼルバイジャンの間のこの山、色の濃く塗られている部分がコーカサス山脈。で、それの南側が南コーカサス。ジョージアとかアルメニア、アゼルバイジャンっていうのはその南コーカサスと呼ばれている地域なんですよ。で、そのコーカサス山脈からその北側の部分、ロシアの南部、これが北コーカサス地域というところで、まあ、チェチェン共和国はその一応コーカサスの中のその北コーカサスというエリアに、まあ、該当するわけですよね。で、これ大体面積がね、日本の四国と同じぐらいって言われてますね。ウクライナからも、まあ結構近いですよね。ジョージア、アゼルバイジャンに、まあ、隣接する、まあ、ロシアの最南端の共和国がチェチェン共和国なんですね。ここから、まあ、ウクライナまで、まあ、彼ら行ってるわけですよ。ロシア軍に、ロシア軍を援護射撃する目的でね。で、今、まあ、ウクライナの東部にいるらしいですけどね。ドンバス地域、テレビでもよく出てくるセベロドネツク。セベロドネツクで、このチェチェン軍、チェチェンのカディロフツィが、ものすごいもうボコボコにやられたんじゃないかなっていう話もあるし、ウクライナ側のメディアによると、多くのそのチェチェン人、多くのそのカディロフツィが殺害されたなんていう、ウクライナ側のメディアの報道もあるしね。まあでもかといって、まあカディロフが直接 TikTok とか Telegram とかで配信してるのは、なんかまあ、カディロフツィがウクライナ軍のネオナチをやっつけてると。かなりの、ね、軍隊を、アゾフを殺したみたいなことが言われてるんですけど、どっちが正しいかね、ちょっとなかなか、まあ、本人から話聞いたわけでもないですし、なかなか判断しにくいところですけど、ウクライナ側は、まあ、カディロフツィをやっつけたって言ってるし、カディロフ側はウクライナ軍をやっつけたって言ってるしね、まあどっちが本当だかわかんないけど、まあでも実際、カディロフの話は話半分で聞いた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、かなり、もう話100倍200倍、ね、もう、ものすごい色つけて、たくさんこうやってもう持って話をしているような感じの、まあ、そんな感じが見受けられるんで、まあ、話半分だけど、まあでも、まあ面白いですよね。ネタとして面白い。カディロフは。まあだから越境 3.0 チャンネルでも、まあ、よく配信してるわけですけども、まあ、そのカディロフの拠点となる場所がこのチェチェン共和国。チェチェン共和国の第3代大統領、第3代首長が
ラマザン・カディロフで、その彼が率いている施設軍隊がカディロフツィですね。で、最近のね、カディロフ関連のニュースだと、こういうのがあるんですよ。いくつもニュースあるんだけど、ちょっと面白いニュースをちょっといくつか、ピックアップしてきました。これはね、アルアラビアというドバイの、ニュースメディアですね。ドバイとサウジアラビアのニュースメディアですね。カディロフはエルドアンにアゾフスタリ製鉄所で殺人者、無神論者を非難させないように頼む。ということで、カディロフがね、直接トルコのエルドアン大統領に電話をして、なんかお願いをしたらしいんですよね。これ5月15日のニュースですね。アゾフスタリ製鉄所って、ウクライナ人が、最後、ね、マリウポリで避難して、で、そこで立てこもっていた場所があるじゃないですか。地下トンネル。アゾフスタリ製鉄所の地下トンネル。そのアゾフスタリ製鉄所に残っているウクライナ人を、要は避難させようとしてたんですね。西側諸国とか、国連とかね。ウクライナとか。それをトルコに、エルドアン大統領に直接、避難させないでくれと。で、その中でも殺人者、無神論者って書いてあるんですけど、要はアゾフ大隊の方ですね。アゾフ軍。アゾフ大隊の兵士たちを、そこから逃がすな、ということで、カディロフが直接エルドアン大統領に電話をして、お願いしたと。これに対してエルドアン大統領側、エルドアン大統領の報道官は、いや、これは、ウクライナとの話し合いの中で、もう避難経路を作ると。で、トルコはそこにヘリコプターを出すという約束をしていますと。で、なので、ごめんなさい。申し訳ないですと。カディロフの言うことは、ちょっと提案は飲めないですね。という、そういう返事を、出して、もう一刀両断で断られちゃった話なんですけれども、カディロフは5月に、このような電話をしていると。で、次。これがザ・タイムズ・ハブ、5月14日。これ5月の半ばにですね、カディロフはね、数百人のボランティアをウクライナに派遣することを発表。この追加のボランティア兵士をね、募集したんですよね。カディロフ次が。これ5月の半ばの出来事でした。人数にして600人って言われてますね。600人のボランティア兵士、お給料もらえないんですよ。お給料もらえない、そのボランティアで一緒に戦ってくれる仲間募集みたいな、そんな感じで募集をかけたんですよ。で、これが結構あっという間に集まったみたいなんですけど、ケチェンの首都のグロズニーの、そのグロズニー空港に600人のボランティア兵士がチェチェン国内外から集まってきて、で、その600人、集まった600人をすぐにウクライナ東部のドンバスに派遣することを発表したというニュースですね。で、この時点でね、なんかボランティア兵士を募集するなんて言ってる時点で、これ、カディロフ相当やられちゃってんじゃないのみたいな、そういうような想像ができるわけですよ。だって、ね、戦闘がうまくいってたら、ボランティアなんて、追加で募集する必要ないし、それをね、600人という人数を追加でボランティア、しかも、ボランティア、お金あるんだからね、払えばいいのにって感じですけど、お給料。なぜかボランティアなんですよ。このカディロフっていうのはね、すごい資産家でもあるんですね。ものすごいお金持ってる。サッカーのクラブチーム、FC グロズヌイっていう、FC、デレク・グロズヌイかな。その、ロシアのサッカーチーム持ってますし、で、あとは競走馬。競馬が好きなんですよ。競馬って言っても日本みたいにね、勝ち馬投票権とか、勝手ギャンブルとかではないんですけど、彼、もう厳格なイスラム教徒なんで、もちろんギャンブルはやらないんですけど、競走馬をなんとか持っていて、非常になんか有名なブリーダーだと。ということでね。相当な資産家なんだけど、でもカディロフは、今回欧米の経済制裁の、その個人の制裁リストに載っているので、彼の海外資産は、ほぼ凍結されているという、そういった状況なんですよね。なので、動かせるお金どのぐらいあるのかなというと、ちょっとそれはね、ひょっとしたら、ないのかもしれないですけれども、でも、ロシア国内でも有数の資産家であると。
が、まあ、カジノ。まあ、そのカジノがね、お金を払わない、そのボランティア兵士で600人募集したということなんで、いや、これはカジノ普通に相当やられているんじゃないかなと、まあ、ダメージあるんじゃないかな、なんてね、思いましたけど、あとこんなのもありましたね。これはちょっと2018年の11月で、ちょっと古いニュースなんですけど、カディロフがメルセデス・ベンツをチェチェンの少年に、あげたと。で、彼は、その少年は4105回、このプッシュアップス、腕立て伏せ。4105回の腕立て伏せをやった5歳の男の子にメルセデス・ベンツをプレゼントしましたよと。カディロフが。っていうことなんですよ。まあ、カディロフは、まあ、肉体派が好きなんでね。肉体派。うん。強い男が好きなんですよ。強い男が好きなので、まあ、子供たちがこの筋肉もりもりになって頑張って筋トレとかしてる子供をね、すごい称えるんですよね。で、これもね、5歳ですよ。5歳の男の子が、4105回の腕立て伏せ。これはなかなか普通できないですよね。大人でもできないでしょ。僕なんかね、腕立て伏せもう10回やったら多分息切れしちゃうんじゃないかなっていうぐらい。今腕立て伏せできないなぁ。それをこの4105回、2時間ちょっとかかったらしいんですけど、2時間ずーっとぶっ続けて休むことなく4105回の腕立て伏せをやった5歳の男の子。彼はすごいっていうんで、メルセデス・ベンツをあげたんですよね。その時のね、メルセデス・ベンツの鍵をこの男の子に渡した時のカディロフの動画が、越境 3.0 チャンネルの過去の動画でも出てますので、ぜひ関心になって見ていただきたいんですけど、これがね、ギネス記録なのかなと思ったら、どうやらギネス記録は別にもっとすごい回数のやつがいるらしいんだよね、5歳の男の子でね。で、これ、まあ、カディロフが言ったのは、なんかギネス記録にはもうちょっとだと。もう一回チャレンジしろとかする。マジですかみたいな。4105回もね、頑張って腕立て伏せしたのに、なんかまたチャレンジしてくださいとか、ちょっとびっくりですよね。まあでもね、ギネス記録は取れなかったけれども、まあ、このメルセデス・ベンツをもらったってことで、まあ、この男の子5歳なんでね、もちろん運転できないんですけど、お父さんが、実際はもらったような感じになりますね。この子の少年のお父さん。少年のお父さんが実際この少年をこの助手席に乗せて二人でドライブしていく姿なんかが、インスタグラムで流れてましたよ。で、あとこれ。これも5月の半ばのニュースですね。これはね、これは、ウクライナ側のメディアなんですよ。ウクライナ側、ウクライナ語で書かれてるのかな。で、このニュースの内容がね、カディロフツィの捕虜がウクライナに拘留されていない理由はなぜかっていうので、まあ、ロシア軍の捕虜に、インタビューをしているウクライナ人のジャーナリストがいるんですけれども、その捕まったロシア兵に、まあ、たくさんのロシア兵にインタビューをしてるんですって、彼は。で、それを、まあ、ウクライナのニュースメディアに寄稿してるんですよ。そういうことをやってるウクライナ人ジャーナリストがいるんですね。で、彼がいろんな人にインタビューをしていく中で、途中であることに気づいたんですよ。なぜかインタビューをしている人の中にチェチェン人が一人もいないと。もうすべてロシア人、ロシア軍だと言ってるんですね。カディロフツィの軍隊もウクライナになんか数万人単位で入ってきてるという話が、そういった発表があったのに、なぜかチェチェン人に一人も出くわすことと。おかしいなと彼は思って、そのことをロシア軍の捕虜に聞いたんですって。なんか私いろんな人にロシア軍にインタビューしてるんですけど、なんかチェチェン人が一人もいないんですよね、と。そしたらロシア兵から出てきた回答が、チェチェンの軍隊、そのカディロフツィは、ウクライナとロシアとのその捕虜の交換の話し合いの中で、まず真っ先に、カディロフツィの軍隊をロシアに戻すようにと、ロシアの政府は話をしているということだったんですよね。そういうことをロシア兵が言っていたと。だから捕虜の交換って、このやっぱ優先順位があるわけですよ。まず最初に、この交換で返してもらうのがカディロフツィ。カディロフツィの軍隊返してもらって。
その次にロシア軍が返してもらうと。そういう契約におそらくなってるんじゃないかと。だから我々ロシア軍は見捨てられていると。カディロフツィと比べてロシア軍は差をつけられている、見捨てられているんだっていうような、そういったロシア兵へのインタビューがこの記事の内容に載っていたんですよ。だから要はカディロフツィっていうのは、ウクライナで捕まっても、その捕虜となっても、その捕虜はすぐにロシアに解放されるので、実際ウクライナで拘留されているカディロフツィっていうのはいないと。その彼、ウクライナ人のジャーナリストは、まあ、そう睨んでいたんですよね。うん。で、そういうのもあったと思うと、このこちら。これはトレンドという、これもね、影響 3.0 チャンネルの中で紹介しましたけど、これはスロバキアのメディアです。スロバキアというか、まあ、ウクライナ支持なんですけども、今回。ウクライナを支持して、割とロシアには強硬的に出ている、ウクライナの、西側にある、チェコスロバキアの、スロバキアですね。チェコとスロバキアって、まあ一緒の国だったんですけど、そこからまあ分割されて、まあ、スロバキアっていう国ができて、ウクライナと国境を接している国ですね。で、結構小さい国なんですよ。面積も小さいし、人口も確か数百万人程度。で、そのスロバキアが、その小さな国が、割とそのロシアには結構強硬的。今回のウクライナ戦争に関しては、ロシアに強硬的に出ている国で、まあ、ウクライナに対してそのミサイルを支援しますよとか、結構力強く発表している国ですよね。そのスロバキアのトレンドというメディアが、発表したニュース記事。これが、ゼレンスキー、出てきて降伏しないと死があなたを待っていると、カディロフは脅した。まあ、カディロフがゼレンスキー大統領を脅迫したよという、まあそんなニュースですね。でこれは、6月の6日、つい先日なんですけれども、なんかね、新しい軍事作戦を展開するという発表があったんですね。カディロフツィが新しい軍事作戦を展開する。その新しい作戦展開する上で、ゼレンスキー出てこないとお前は死ぬぞと言ってるわけなんですけど、このカディロフというのはプーチンからの直接の指示で、ゼレンスキー大統領を拘束して暗殺するという秘密工作を任されているのではないかという噂なんですよね。ただやっぱ今のところなかなかそのキーウに攻め込むことができなくて、まあキーウの近郊まで行ったけど、まあ撤退余儀なくされてきて、で、まあ今、ウクライナ東部のドンバス地域中心に攻勢を強めているわけじゃないですか。で、まあ、その東部攻勢の作戦というのを一旦その変更して、ひょっとしたらもう一回キーウに再び攻め込んでいくということが考えられるんですね。このカディロフツィの新しい作戦がね。カディロフがウクライナ侵攻を始めるときのテレグラムで出していたメッセージ、ビデオメッセージっていうのが、やっぱり彼が狙ってるのはね、首都キーウなんですよ。まあ、なぜかしたら、まあ、キーウにゼレンスキーがいるからでしょうね。まあ、彼の任務はゼレンスキーを殺害すること。なので、その、まあ、キーウから一回撤退はしたけれども、まあ、その次の新しい作戦として、もう一度キーウに攻め込むと。その目的というのは、ゼレンスキーの拘束、まあ、あるいは殺害、ということが言えるんじゃないかなと。で、いよいよ、カディロフ本格的に動き出すのかなと。本格的に動き出すのかなと思いきや、でも実はカディロフツィは相当ダメージを食らっている。ウクライナ国内でかなりの人数がもう殺害されてるんじゃないかなっていう、そういう報道も、あるんですよね。これが昨日、一昨日かな、流した動画ですけど、Who are the Chechens Russia's most feared fighters?、ロシアで最も恐れられている戦闘員、チェチェン人とは誰、チェチェン人は誰ですかというようなニュース記事で、まあ、このニュース記事の面白かったところが、アメリカの国防総省、ペンタゴンの専門のその取材で、シニアペンタゴンレポーターって言われてる方で、
で、その軍事ジャーナリストが、書かれた記事なんですね。で、彼は、まあ、彼のこの記事の内容、ちょっとあの、昨日の動画をね、まあ、詳しくはご覧いただきたいと思うんですけど、まあ、要は、弱いと、今のチェチェン人は。だからその、まあ、チェチェン人、やっぱり強いし、カディロフツィも、ま、強いし、で、しかも残虐だし、みたいな。まあ、そういう恐怖のイメージっていうのはもちろん確かにあるんだけれども、でも実際その、チェチェン人っていうのは実際でも本当に昔強かった。あの、アフガニスタン戦争でも、イラク戦争でも、あの第一次第二次チェチェン戦争でも、まあ、全てそのチェチェン人っていうのはそこに参加して戦闘を行ってきたんですけど、その当時のイラク戦争、アフガン戦争、チェチェン戦争、この当時のチェチェン人っていうのは確かに強かった。ものすごい強かった。らしいんですよ。で、強かったんだけど、今のカディロフツィは弱いと。ロシア軍の平均よりも下なんではないかということが、この彼の記事に書かれてるわけですね。でもそれはなぜか。実際そのカディロフツィっていうのは、そのチェチェン戦争の頃のチェチェン人とはもう世代が変わっている。もう第二世代ですか。要はその、昔のチェチェン人とは、チェチェン戦争の頃のチェチェン人とは、戦う理由も目的も全く違うわけですよね。チェチェン戦争っていうのはもう自分たちの独立を勝ち取るための戦争でしたから、独立を勝ち取るか、あるいは滅びるか、まさに生きるか死ぬかの、まあ、二択を迫られる戦争だったんで、今のウクライナ人と一緒ですよね。ウクライナ人、ウクライナ軍も、まあ、ロシア兵よりも士気が高いってよく言われるじゃないですか。もうそれはもう崖っぷちで後ろがないからですよね。もう結局自分たちの国を守るか、それでも自分が殺されるのか、もうどちらかなんですよ。で、祖国を守るためにとにかく前に突き進まなければいけないというその士気の高さ、モチベーションの高さというのが、これあの今のウクライナの前線っぷりっていうものを作ってると思うんですよね。で、チェチェン戦争もそうだったんですよ。まあ、当時そのチェチェンのやっぱり独立推進派がいて、で、まあ彼らは独立をするという考えはあったけれども、まあでもまあロシア軍に抑え込まれて、もう自分たちはもう強制移送されて強制労働か、あるいは捕虜となるか殺害されるか、まあ、そういったもう後ろがない状態だったので、必死ですよね。その必死の中でもう高い士気で戦っていたチェチェン人っていうのが、その第一次第二次チェチェン戦争の頃のチェチェン人でも、今のチェチェン人はその違うと。今のチェチェン人、その今のカディロフツィは何をやってるかっていうと、独裁者ラマザンカディロフの家の周りをその警備員として警護していると。結局ラマザンカディロフの家の周りにいて、実際の戦闘でほとんど戦ったことがない人たちの集まりだと。で、なおかつ、まあ、囚人とか犯罪者集団なんですよね。そういう人たちをこうやってガーッとかき集めて、まあ、大規模な軍隊を作ったのが、そのカディロフツィ。要は、カディロフ、独裁者カディロフの、要は、身を守るために、要は雇われているガードマンみたいなものであって、だからカディロフの家の周りをこうやって守っている。そういう人たちが実際のその戦争に投入された時に、今のそのロシア軍と一緒にまともに戦えるわけがないと言っているのが、こちらの記事に書かれたペンタゴンのシニアレポーター、軍事ジャーナリストの方が書かれたレポートなんですね。この記事を読んでね、なかなか説得力があるなと。カディロフツィ実は弱いんじゃないのみたいな。そういうのがなんかすごいストーンとなんか腑に落ちるんですよね。世界とつながりたいあなた、待ってます。